今年の収穫と来年の課題ということで、阪神タイガース。はい。はい。まあ、阪神はね、まあ、今年3位ということでね、借金3。はい。いや、優勝してもおかしくなかったけどね。そうですね。やっぱ前半のね、あの9連敗が非常に痛かったなっていうところはあるけどもね、まあ、その中でピッチャー陣も若手もね、西純也とか、才木、あと浜地湯浅の若手のピッチャーも出てきたしね、で打線でもね、あのまあ佐藤輝が、まあ、2年目ね、もうしっかりまあ大きくね、数字を落とさず、まあ、外国人がね、ちょっと微妙なんだけどね。そうですね、でもあの開幕の時あんだけ連敗したじゃないですか、もうあの本当に申し訳ないですけど、確実に最下位になるんじゃないかなと思ってたんですよ。まあ、この2つのね、まあ、理由があるんだけどね。あ、そうなんですか。まあ、それは阪神がね、よく頑張ったっていうのもあるし、あの4位以下が本当弱すぎたっていう。借金3だからね、借金1で3位とか分かるけど、借金3で3位って A クラスですもんね。うん、ヤクルトが貯金をが多かったからってことですよね。え、でも21だからね、そんなに言うほど多くないよ。そうか、別に。そうですね、でもヤクルトの21で DeNA が5、うん、確かにだからね、っていうところもあるけども、まあまあ3位ね、そうですね、でも本当に A クラスに行ったのはすごいなと思います。でも優勝できてもおかしくなかったよ、戦力的には。でも、来年、優勝したいんでしょ。いや、それはしたいんじゃないですか。で、したくないチームないですか。あるよ、ここ。阪神は。阪神はあります、明確な足りないところが。あ、足りないところが。これさえ補えれば、優勝できる。おお、3か条。はい、3か条。普通良くなれば優勝。しかも西もね、しっかり残留したしね。そうですね、大きいね。はい、分かった。3つ3つ分かった。3つ3つは、何、1つ1つは、あ、ちょっと言いかけた、外国人の補強。正解、イエーイ。まあ、これはやっぱりね、補強しないと、まあ、多分ケリアは全然ですけども、打線はね、まあ、ロハスと、マルテ、多分もう交代なんだよね。だからここでどの外国人選手をね、取ってきて、その選手が機能するかどうかで、まあ、大きく変わるから、これはまあ外国人、これはもうね、助っ人としても大事なようです。分かった。なんすか。ホームラン数の強化。でもそんなすぐ打てないじゃん。そうですね、強化って言っても、ホームランは。しかも外国人が来て打てればね、まあ、多少補えるからね。増えますよね。でも防御率も良かったはず。チーム防御率も 2.67 ってめちゃくちゃいいわけですよ。まあ、唯一の2点台だからね、セリーってことは。やっぱり打率が2割4分3厘で、あ、でもやっぱは下から2つ目5位なので、打線の強化。でもチーム打率が低いから、チーム打率が2割4分3厘っていう、一番最下位が巨人の2割4分2厘、でそのやっぱ次なんで、やっぱこれはこう打線をこうつなげていくこと、なのからのからの、からの勝負強さ、からのからのえ、わかんないです、何ですか。やっぱりね、まあ、ホームランはそれは増やしたいね、できることなら、でもだからって言ってそんな急激に球場でも狭くしない限り、なかなか増えないっていうところと、まあ、この数でももし外国人が来て30本打てれば、ここからね、一気に100本以上に到達するから、まあ、そこは外国人試合で改善できるかなっていうところはね、はまればね、あるかなっていうところはあるけども、もうね、このね、阪神のね、究極の弱点、これはね、長打率。へー、3割3分7厘、セリーグワースト1位でございます。あ、そうなんだ。はい。だから、要は、ホームランも少ないんだけども、二塁打も、セリーグで、まあ、巨人が199なんだけど、唯一の152、ツーベース。あとの、ヤクルト、DeNA、広島、中日ってのは200本以上打ってる。そんな違うんだ。で、まあ、巨人も199だから、まあ、2本みたいな感じしたら、今度もう、50本、二塁打が少ない。で、巨人みたいに、ホームラン打ってるからツーベースがもう入っちゃうからね。だったらまだ納得できるよね。でもホームランも84本で5位、ホームランも少なければツーベースも少ない。で、三塁打が21と4位、だからそんな言うほど甲子園広いのにもかかわらず、三塁打が特別セ・リーグの中で多いわけでもない。で、長打率はワースト、だからもっとね、本塁打っていうよりも、ツーベースを増やしていく、その走塁とかもそうだけど、そういったところが増えていかないと、やっぱなかなか得点機会増えていかないと思う。そうですね、1本2塁打いったら一気に得点圏ですからね。で、逆に言うと単打、903本でセ・リーグ2位。へー、あ、要は単打止まりなんだよ。単打が多いん
だ。ツーベース以上がもう極端に少ないのよ、セ・リーグの中で、うん、これが取りたい時に点が取れない、うん、もう一番の欠点だ。だからもっとこのねツーベースを増やせるように、うん、もしくは結果ツーベースになんなくても、うん、しっかりセカンドを狙っていく走塁っていうのをもっとしっかりやっていって聞けば何かしらの改善点があるかもしれないから、はい、うん、ホームランというよりもやっぱりね二塁打をもっと増やしていかないと、もっと積極的走塁とセカンドを狙っていく姿勢、うん、そしてツーベース、はい、これはね来年のキーポイントなんで、おタイガースは。